佐賀県武雄市に位置する。市内では最も古い神社と言われる。創建735年の武雄神社。司祭神は竹の内宿根の御事をはじめとした御神を祀ることから、武雄御社大明神とも言われています。司祭神、竹の内の宿根は、長長寿の神様であり、武運長久や開運、厄除けにも御利益があるという神様です。実はこの武雄神社は、佐賀県最古、951年の文書など、国の重要文化財に指定されている古文書218通も所有しています。源頼朝や伏見天皇からの書状など貴重な資料がたくさんあり、その由緒正しさと、社格の高さを裏付けています。
雄神社のご神木、竹雄のオークス。本殿裏の竹林を抜けると万全が明け、そこには3000年の悠久の時を経て今もなお未来永劫に生き抜こうとするオークスが姿を現します。早朝で威厳に満ち満ちた力強さに畏敬の念を抱かずにはいられません。全国巨木第7位にランクし、樹齢3000年以上で市の天然記念物に指定されています。木高30メートル、幹回り20メートル、枝張りは東西30メートル、南北33メートル。象の足を思わせる根元がゴツゴツした樹皮に覆われ、その中央が地表近くで口を開けています。広さおよそ12畳の内部には天神様が祀られています。竹雄神社もう一つのご神木、夫婦杉。竹雄神社を最強パワースポットたらしめるもう一つのご神木、それは寄り添って立つ日本のご神木、夫婦杉。もう二柱のご祭神、忠愛天皇と神宮皇后夫婦のパワーで日本の杉の根が結びつき、さらに上の枝がつなぎ合ったと言われています。夫婦円満や縁結びの霊験新たかと評判です。お守りの蓬莱の中にはお守り袋と蓬莱輪が入っています。蓬莱輪は3種類あって、赤い紐は良縁恋愛成就、木が商売繁盛金運アップ、白が心願成就、住所で受けた自分の願いに合った色の鈴を夫婦杉の鈴糸口に結びつけ、願いを込めて鳴らしましょう。竹雄神社からは約500メートル、隠れスポット的な存在なのが塚崎のオークスです。この巨木は樹齢2000年と言われ、高さは上部がない状態ですが、18メートルほどで、根回りは 13.6 メートルあります。1963年の落雷によって、幹の大部分がなくなっていますが、それでも御神木のオーラが漂う巨木です。幹の中に入れるとってもレアな樹木です。オークスの根っこには大きな空洞ができていて、中に入って見学することもできます。空洞となっている幹の内部は広く静かな空間の中、神秘的なオークスのパワーを感じることができます。神秘的なオーラが漂うオークスは不
義とパワーをもらえる素敵な場所です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントなど励みになりますのでお願いいたします。